はい、皆さんこんにちは、タカです。ボールペンです。まあ僕はね、普段ボールペンそんな使わないんですが、前もね、これもう見たことあったんですけど、パイロットのマルチボールっていう、紙はもちろん金属、ガラス、プラスチックにかけるボールペンという感じなんです。で、これはね、まああんまり金属、ガラス、プラスチックに書くことはないような気もしますけど、どんな感じで書けるのかなっていうのはね、興味があったんで、ちょっと使ってはみたいなと思ってたんですけど、これ100円だしね、まあそんな感じでちょっとね、試しに買ってみました。で、まあ紙はね、まあ普通に、よいしょ、これ裏紙、これね、細字と中字が確かあったのかな。僕は中字を買いました。多分プラスチックに書いたりっていうことがあるんであれば、細字を使いたいってことはね、そんなになさそうな気がして、普通に書き味はいい感じですね。はい。で、問題はプラスチックとかガラスですよね。はい。CD のね、プラケース、これね、まあこういうのにはね、ひょっとしたら書くことあるかもしれない。あとは、よいしょ、クリアファイルとかね、こういうのは使うかもしれないですよね。で、どういう書き味なのかっていうのと、そのインクが乾きやすいのか、インクの乾きがどうなのか、ちなみに紙に書いた方はもちろんもう乾いちゃってますけど、早速プラケースに書いてみましょうか。ちなみにこっちツルツルです。ここは穴だ、穴開いてた。例えばこういう感じで、これ今絶対乾いてない。あれもう乾き始めちゃった。よっ、結構強めにこすったら消えちゃいましたね。これ何？普通のボールペンじゃやっぱ書けないのかな。っていうかこれ消えちゃったしね。もう一回ちょっとしばらく、あれなんか書きにくくなってる。作業用。これ確かこういうね、ガラスとかプラスチックに書きにくい時は、一回紙にサラサラっと書いてから書きましょうみたいな、なんか注意書きがね、書いてあります。これがね、まあちょっとしばらく置いて拭いても取れなければいいですけどね。はい。で、よいしょ、クリアファイル、今これクリアファイルでございます。これね、ちょっとここに書いてみようかな。
どうなんでしょうね。これ普通のボールペンじゃやっぱ無理なもんなのかな。ちょっと試してみましょう。はい、ジェットストリーム。なるほど。これは確かにちょっと無理だ。オートの、これもダメですね。まあ、かける、ちょっとあか、いやでもちょっとね、使えるレベルじゃないか。インクが乾いても乾かなくても、まあどっちにしてもちょっと書けるっていう感じではないですね。全然ダメだ。まだね、そんな時間経ってないですけど、まずは、じゃあ CD のケース、消えますよね。まあ今そんなね、そこまで強くこすってないんですけど、強くこすれば、はい、ここまで綺麗になっちゃう。で、クリアファイル軽くサラサラ、軽くサラサラでここまで消えちゃうんですよね。ちょっと強めに、そっか、これ頑張ったら全部消えちゃいますよね。まあ、確かに書けるけど、これがこすっても取れないようになるにはどうなんだろう。ものすごい時間を置くのか、それとも時間を置いてもこすれば取れちゃうのか、どうなんでしょうね。でも確かに書けることは書ける、本当にちゃんと書けるんですよね。書けるだけで消えないとは言ってませんみたいな、そんな感じなのかな。もうすごい、でもね、本当に書けるんですよね。なんか変な糸くずを引っ張ってしまった。書けます、すごくよく書けます。でもこれがどのぐらい時間を置いてどうなるのかはちょっと検証が必要な気がします。でもすごくよく書けるということは分かりました。ちょっとね、時間を置いたのもチェックしてみたいと思います。